DJ 太郎がお届けです、J、Hello World ここからは夜のトレンド研究所サイバーラボのお時間今週はあなたの体とビジネスのパフォーマンスをグッドアップする「体学」です講師は話題の本「体プロファイリング」の著者で体プロファイラーの、えー、小野弘新平さん体プロファイリングとは一体どんなものなんでしょうか 体プロファイラー小野頃新平と申します、えー、この度こちらの「体プロファイリング」という本を集英社さんから出させていただきまして、えー、4月、えー、4月になりましたので新生活でいろんな人間関係やあるいは新職場においてですね、えー、あるいは新しい新生活が始まった方もいらっしゃると思うんですよね、えー、その際に、えー、人間関係ストレスとかですね えー、新しい職場に馴染むか馴染まらないかといった時に一番頼りになるのはやはり自分のことを知っているってことですよね。えー、自分のことを知っていることによっておそらくう自分のこう飾らなくても進んでいくそういった人間関係がで,できるんじゃないかと思いますので、えー、その際に自分ってどんな体質を持っているんだろう自分はどういう心の性質を持っているんだっていうのを、まあ、体から教えてもらうこれが体プロファイリングの一つの 方法論になってくるんですけども、えー、こちらからですね、えー、いくつか、えー、今週はですね、えー、1日1回、えー、ヒントをですね皆さんリスナーの皆さんにヒントになることをお届けしていきたいというふうに思いますではまず第1回目ですが、えー、まずですねでは指を組んでもらうというね、えー、ほんのちょっとした仕草ですけども指を組んでもらってよろしいですか、えー、指を組むこれもアーメンみたいな感じですね組んでもらった時にさてちょっと観察してみてください えー、あなたはですね左親指が上になるかそれとも右親指が上になるかちょっと確認してもらっていいですかこれね左親指が上になる人もいれば右親指上になる人もいるということなんですよね不思議ですよねで、ここから何が考察できるかこれが体プロファイルングなんですが消化のパターンお腹の中の消化のパターンっていうのは実は指組に現れてしまうんですよねどういうパターンで消化をするか 右親上のの人っていうのは肝臓ですね右側に肝臓ってあるんですけども肝臓が大きく働く、まあ、そういった形の消化のパターンを持っていて。 そして、左親指上の人っていうのは、これは膵臓ですね。ちょっと左側に寄ってるのが膵臓。膵臓っていうのは、たくさんの消化酵素を出す場所なんですけども、これは臓器の性格っていうのが反映しまして、肝臓の消化優位の方っていうか、消化が優位になっている方ですね、えなってくると、これはきっちり型っていうか、 早く決断したい、なんか物事がちゃんと収まってないと気になっちゃうっていう人のタイプなんですよね。だから決断の仕方として、なんか物事を早く決めてしまいたいっていうのが右親指上の人の特徴になってきます。逆に左親指上の人っていうのは、ちょっとよく並べて選択肢をたくさん並べた上で、えー、そこから熟考した上で、えー、決めていくと。 ね決めたことにちゃんと納得したいっていうそういう傾向が見られますので指組み一つとってもですねそのそのまあうん、心の性質とかですね物事の考え方っていうのが見て取れるということになりますのでちょっと確認してみてくださいねはいありがとうございます親指がどっちが上になりましたか皆さんはね僕は右が上になったのでこの場合でいきますと 決断が早いきっちり型っていうことなんですけどね、自分なりにはよく考えてるつもりなんですけどね、スパッとした方が好きなのかもしれません。まあ、こうやって自分の体からですね、いろんなことをプロファイリングできちゃうと、えー、そういった体との上手な付き合い方、今週は教えてくれます、サイバーラボ。明日もですね、体プロファイラーの小野んぺ平さんに教えていただきます。